こんにちは、ブルーホースです。ということで、続きやっていきましょうか。ねえ、リオストーリーで、銭の子ってね。はい。で、銭の子を倒したいんだけど、これいつまでいるんだっけ？このステージクリアしてもいるんだっけ？まあ、いなかったらドンマイっていう話なんだけど、あ、ちょっと待ってね。いや、行くか。見せ場作らないと面白くないもんね。よし。じゃあ行きましょう。ちょっと待って、めっちゃワテ強いですぜーってやつね。ちょっと待ちやんさーん。あ。ちょっと待って、払わない。引き返す。あ、ちょ、払わねえって。違う。貫きジャンプをやりましょう。ということなので、まずは、そう、危ない。もうちょっとで、あれ、普通に戦うところだったよ。まあ、普通に戦ってもいいんだけどさ。よし、貫きジャンプですね。よし、じゃあ行きましょう。やっぱ、戦いましょう。アンサー、ワイとやる気でっかせえけど、多分ワイがアンサーボコボコにしますぜ。はっきり言ってワイめっちゃ強いですから、まあ、それでも戦うって言うんですか？はい、戦い。じゃあ払わないよ。なに、アンサー持ってへんやけ。めんどくせえ！あー、もうめんどくせえ！お前なんかもう秒で殺してっからよ、ほんとにもうほんとに。中ひんむいてさ、すっぽんみたいにさ、あの首からチョンパしてやっから、お前。食いついてきやがって。これちなみにさ、B？ え？なんだ、まあ、一回、もう、めちゃめちゃ強いですっていうのはわかるけどさ。はい、戦う。あ、やろう。ちょっと痛い目にあってもらいましょうかって。いいよ、お前こそ痛い目にあってもらうから。とりあえずじゃあ物知りましょう。こいつのめんどくさいところね、銭の子、とてもがめついやつみたいだねって。で、7、10の6と。はい。で、甲羅で、踏み潰すこともしてくるんで、甲羅での攻撃力は3だと。はい。ちょっと待って、攻撃力 10？ 後ろにいる奴ら、オイラたちもやられちゃう、うまく防御してね、どうにかひっくり返しばあいつの防御力下がる攻撃のチャンスなんだけど、こいつひっくり返った状態も起き上がるとき、そのまま攻撃してくるんだ。でっかいのこの子だね、なんで昔はのこのこに住んだいってなんだって。ちょっと待って、それは、ちょっと気づいてなかったですね。やばいかもしれない。と、攻撃力10はちょっと気づいてなかったな。うおー。で、しかも、はい、あれそんなカーンでいけるんだっけ。よいしょ、オッケーで、あ、でもしかも、でも普通に2回であれなんだよ、ひっくり返るんだね。じゃあ、明かりにしときましょう。おい、で、起き上がって、よいしょー、オッケー。で、貫きましょう。貫きましょう、勝つまでは。あちょー、あ、ひっくり返って。よいしょ、ほいー。万が一ひっくり返せなかった時のことを考えるとあれだもんね。なんだ。おー、お前そんな卑怯なことしやがって、バカ野郎、3ターンも動けねえじゃねえか、タコライス。そんなことするやつは、もう一回ひっくり返っていただきましょう。だからひっくり返したところであんま意味ないんだよな、こいつなし。何回もやっていくけどよ。よいしょー。あ、やばい。ピンチ。ということで、とりあえずキスしてもらいましょう。ねえ、お姉さん、チューチューして、チュー。気持ち悪い。本当に気持ち悪い、この実況者。マジで気持ち悪いな、この実況者。本当、なんかもう、喋るたびになんかもう、臭い息が。よいしょ、あー、めちゃめちゃ潰されてるー。ちょっと待ち、ドゥアンドゥトロワーチャ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 次のターンで始末できると思ってたのに。やばい。どうしようかな。ギリギリ死ぬ可能性があるんですよ。じゃあ、こいつでも寝る可能性も高い。あ、やばいね。回復アイテムがないな。そうなると、もう一かバチリかだよね。よいしょ。おい、オッケー。これでダメだったら終わりです。オッケー、しゃー、はい、出直してこいよ、お前の100コインを俺によこしたまえ。くる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 、ざまあ見さませ。お前さ、あのブラックヘイホー並みに強いはずなのにさ、
ワイのコナさんならなんかよこせや、スター20ポイントだとお前50ポイントくらいよこさなきゃダメでしょうよ。うっそー、うわー、ほんまにケチくさいやつやったな、マジでケチくさいやつだったな。とりあえずじゃあ万全な状態でステージ6臨みましょう。はい、本日の見せ場以上です。いやー、なんか誰かに言われた、お前笑い声がキモいって、うん、そういうお前の方がキモいから安心して。うん。大体ね、なんかね、人のね、荒探しとかさ、そういうさ、しょうもないことを言うやつの方がさ、キモいケースっていうのがはるかに高いからね。っていうか、まずね、あのね、あの、あなたの心、っていうか、あの、あなたのね、お胸にね、しっかり手を当てて考えてみてくださいよって言って、相手の嫌なところばっかり探すやつがさ、果たしてさ、それを指摘できるほど心の綺麗な人かって言ったら、まあ、150% ないわけですよ。うん。パタン。来る？これ帰ってくるときなら、チャ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 ー。はい、皆さん、はじめまして。ほっ、入ってきたのは誰じゃ？私は、デクの木じゃ。ほっほー、コバ、なん、コバックってなんだ、なんか、もっとデカボックとかさ、そういうさ、なんか、ほら、さすが、で、そういうところは大変なことになっているのじゃ、オズモーンとか、そのフラーランドに言って。てか、そもそもさ、種を4つ植えないとできないのにさ、オズモーンってどうやってこの世界に入ったんだろうね。そこのちょっと謎が残ったままになって、ほい？お前がオズモーン倒してくれるんじゃっけ？いいのいいのじゃあ、ま、あ、じゃ、そういえばどっか豆の木の種、花。そうじゃな、確か、花子。え？花ちゃんじゃなくて、東。ね、はい、東ね。はい、了解でーす。じゃあ、とりあえず、ペルペペン、プルプルプー。あれ、ちょっと待って、クルリンサーチつけているのになんか、クルリンが全然反応しないな。大丈夫かな？わー、助けてー！ぽよーん、てらったったったらたって、くるっていてってってるってってって、あー、しまった！まあいいや、でもこいつ何回も戦うし、別に行くか。こいつじゃないんだよ、やるべきは。間違えた。ふにゅー、ぴーぴー。ちょ、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 ちょ。むずい、めっちゃむずい。よいしょ。まあ、でも確か攻撃力4の防御力8。じゃあ防御力8はやばいやばい。防御力8はやばいって。ずっとカンカンだわ。違う違う。じゃあ間違えた。ごめんね。クリットかないといけないから。とか回復アイテムがないのか。そうか。あーちょっと待って、違う攻撃。わーお、おーめ、この野郎、ブッチブチさしやがってよ。おー、こいつ攻撃力6のね、体力3ですわ。でも、まあいいや。ハッチーだよ、見てると、大きな8だよ。ハリスさん、毒を受けることもある。それに小さな、あー小さな、6割は小さくなる。ミニミニ。ミニミニになっちゃう。呼べよ。あー、ちょっと待って、攻撃が早い。思ってるより早い。やっぱ、1か8以下でもつけた方がいいのかな。最終戦のクッパとかそれやってみようか。ね。あー、ハート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 。おう、おう、おう、よ、ちゃらちゃ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 。はい、さよなら、バイバイ。まあ、でも、もうすぐレベルアップするから、いっか。よいしょ。あんまタワーブリスを一個だけ減らして、なんか別のやつにした方がいいとか、そういうのあるのかな。まあ、なんでもいいけどさ。コイン、コイン、コイン。怖いんだよな、さっきこれで降ってきたからさ。よいしょ、オッケー。ふん。あー、やばいな、攻撃力がでっけえのがいるな。こいつだけは怖いから、とりあえず、始末。で、クリオ頭突きしといて、一体減らして、まあ、レベルアップするしね。こいつがマジでね、もうエーレン出しとこう。もうどのタイミングで攻撃を防御できるかっていうのがわかんないからね。カン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 、しか、寝るんかい、おやすみなさーい。え、やばくないか、じゃあ、おやすみしたら。パンチさんって可愛い顔して一応的だよ。一応的っていうか、がっつり的だと思うんだけど。自分の体力が少なくなると逃げちゃう。あ、ちょっと待ってよ。うげー、やばいやばい。あれ、俺ピンチでラッキーつけてたっけ。てか、連続ジャンプで逃げないと。ドン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 、あーと1個、逃げろ逃げろ逃げろ、よし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 、あぶねー、よかったよかったよかった。とりあえず
チャラチャッチャラチャッチャラチャッ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 、あーまたかよ。もういらん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 。で東に進むと花子ちゃんが、あーめっちゃ花子ちゃん切れてるやん。あれ、なんなのこいつ。おお、なんかいっぱい出てきた。あーでも5を回復するだけでもありがたいかな。でも赤い実、あーでもどっかで使うんだよね確かね。よいしょ、ほい、あれ、じゃあもうクリオクリオ、乗ってたらダメなんだって。よいしょ、こいつで逃げまくる。あ、そっか、タンクをそろそろ手に入れに行ってもいいかもしれないね。おれ、あれあれあれ、え、なに、こいつと話しかけないとダメ？根をかじってくんなよーって言って。ねえ、太陽がなくなっちゃう。で、僕の私の猫かじゃ、あー、かわいそうな私。あ、このままじゃね、あんた、激気に動けるんだったら、ちなみに私と太陽からチュロップっていうのはね、そう、こういうやつね。こいつと、こいつと、それでもってこいつと、シンチン引っこ抜いてやるか。こいつはまあ別にどうでもいい。なんか いるのかよ。いたのかよ。オッケー、あ、な、先制攻撃できるんかい。しかも1体かい。じゃあ物知りましょう。フラチョロ、フラワールドチョロップだ。 12? 意地悪な顔、大した相手じゃない。いやいやいや、めちゃめちゃ大した相手でしょ。だって12やる、やばない。はあ、 HP たで、これあれでしょ、だん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 数が増えていくんですよ。これこいつとこいつとこいつとこいつって、あのチン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 さらけ出したやつの方が多分、よいしょ、あ、いけんのかよ。ほら、やっぱり多いんだよ多いんだよ。でもなんかそんな気がしてたわ。ってことで星を降らせましょう。雨雨ふれふれ父さんが、シャロ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 ックホームズ。イギリス行きたいよね。今ユーロってどうなの。あんまりさ、なんかドルばっかりがなんかこうニュースになるから、あんまりユーロの方とか見てなかったんだけど、そっちもやっぱ高いのかな。はい、活気、あれ、あれ、ナイスで防御2個つけてたっけ。防御すると1個、お、ちょっと待って、よくわかんないよ。オッケー、あ、そっか、プラス3になるのか。あ、オッケーオッケーオッケー、そういうことかそういうことか、ごめんごめん、あの算数もできないようなおじさんになって成り下がってしまったわ。やった、コインだ、わーいわーい。とさあ、さらけ出せい、チャチャラチャ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 。あ、でもそっか、ギリギリ6じゃ倒せないんだよな。でしかもあの連続ジャンプが下手すぎてダメなんだよな。まあどうせ2ターンかかるし、いっか。あ、ちょ待って、下手くそ。よいしょ、あ、ちょ、うそ、いけてないんかい。ドン、ヒッピードロップ、もう一丁、ドン、アントゥー、くる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 、はい、課金。あ、ちょ、な、早すぎた、アイボタンが。いやーマジでコツメコさんみたいに上手くなりたい。やっぱでもあの人もなんかすごいあの気合と根性とやる気とか、あ、なんかいろいろかばしてんだろうな。先にでもフラワーさんをボッボッってた方がいいのかな。めっちゃ逃げるんだけど、こいつに関しては。ちゃ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 トゥトゥトゥ、あれあれあれ、ちょちょちょ、はいはいはい、ちょ待って、ハンマーで殴られてるのに超ニコニコしてんだけど、こいつめっちゃいいやつじゃん。さよなら。にまあこいつがもしかしたらね、首謀者で、歌を歌うことによって洗脳してフラワーチョロップにいたずらさせてる可能性はあるからさ。うん、あー普通にやってもった。でやー、そんでお尻。あ、ちなみにウルトラブーツの話したっけ。あの、ここクリアしないと手に入らなかった。残念でした。あれ、もしかしてさ、10分前とかに喋ってたら超恥ずかしいんだけど。あ、いけたいけたよかったよかった。ドゥオッケー。シュル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 。もうこの季節だから今更なんだけどさ、今年大吉なのよ。俺って今年の半世紀よ。半世紀？まだ半世紀も生きてないわ。半年生きてきて、今のとこ大吉っぽいね。あー、曲が普通に戻った。で、めっちゃニコニコやん。はい。
チュー、チュー、キュー、ドドン、ドン、パーチューって、俺がよく言うこと、こいつも言ってる、ドンドン、パフパフって、ありがとう、あんた強いのね、俺に私が2番目にいた。え、1番目は何？ 1 番目何？え、そうよ、私の名前、花田、種マニアの花子、よろしくね、ところで今、あんたにあげた、え、なんで？種のままの方が可愛い。でも、お前、花になってるけど、いいのか？なんか、すっごい言ってきて、やっぱ、育ちちゃうの？しょうがない。まあ、好きに使って、いいのかい？結局、いいんかい？なんだ？おろろーん、おろろーん。何してるんだろう？赤い実。おろろーん、誰だ？ここに物を捨てるのは、そんな奴はこれでも食らえ。なんで？赤い実あげたのに？食えよ。美味しいでしょ？もしかしてあれかな？山村貞子しか受け付けませんみたいな。うるう、きっと来る。何が欲しいのお前は。まあいずれ何かが欲しいんでしょう。てかそんな入り好みしてっからお前この周り枯れ果ててんだよ。もっとなんとかしなさいよ、どうにかね、本当に。で、植えたら今度次どこ行ったらいいとかなんか出てくるのかな。お、あれあれ、なんかすげえ復活してるんだけど、あー危ない。もうまともに戦う気はありません、あなた方とは。で、とりあえずセーブ。まだ時間あるね、全然余裕だね。ちょっと待って。植えれないんだけど。ほっ、なんじゃ。話をする。ユーリー、立派な、土は、よくてのユーリーの花がどんどん育つんじゃ。あれ、ちょっと待って。こっからどこに行ったらいいかっていう情報がない。こいつらと話したらいいのかな。綺麗な花。でも見た目が綺麗なお花さんは、たくさんの木の実を落とす。で、太陽光がなければ太陽光がないでしょう。なんとかならないかね。土に栄養返すの。コボック。コボック。ちょっと待って。あ、全然情報くれねえよ。あ、黄色い。ああ、そういうことか。了解了解。黄色の実を食べないと栄養得られませんぜ、旦那っていう話だな。ってことは、ここは、あ、無理です。ここはポコピーじゃないと無理なんだな、多分な。じゃあ、まだ違うところに行かなきゃいけない。どこだ？赤い実、赤い実、赤い実。ファーン。ほら、シャボンの実。あー、じゃあごめん。まだダメだったわ。なんだ？くっさ。くっさ。でも FP5 回復するってことは、やっぱ療薬、口に逃がし、なんかいた。ザマスがいる。いいよ、大統領、なんか探し物でやんすか？ユーリーは土しか持ってないでやんすよ。綺麗なものなんか絶対持ってないですよ。プクク。おっと、これじゃいくら聞いて教えられねえな。前歯抜くぞ、この野郎。よかった。いいよ。ちゃ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 。食ったら吐き出されるべ。まっついつい食べ。そしてなんかあげられない。しかもこれあれじゃなくなるんでしょ？最悪じゃん。ぐるぐる目回しても渡してあれだよ。めっちゃ目回してやろうか、こいつ。んやろ。で、おい、あー普通に倒したかった。あー、なんか変なやつがいる。よいしょ。こいつなんだ、小雲ちゃん、小雲ちゃん太郎、小雲ちゃん太郎は物知りましょう。クモクモーン、お相撲の古文最大値、あー10。もちろんオイラの続きだってオッケーだ。悪いの楽勝だよね。いやでもね、4ってのがめんどくせんだよ。オッケー。おい。だって、雲ってさ、水蒸気だけどさ、触れんの？そこが疑問だな。3くらいよこせ。2かよ。該当するステージの敵はやっぱ最低3からっていう法律を作らないといけないと思うんですよね。あー、まあ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 。あれ？トゥー。あー！めんどくせえ。わあ、めんどくせえのがいっぱいいる。よいしょー。オッケー。こいつの攻撃は早いから、とりあえずポッコーンとしばいとかないと。あ、コーヒーがない。やばい。酸欠と水分補給が。酸欠と水分補給ってわけわかんねえな。足として間違えるし。ほい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 。ほんで、まだまだレベルアップは先ですからね。よいしょー。そうか。このタイミングでポコピーとか手に、あー痛い。ポッコポッコピーとか手に入るのかな、どうなんだろう。
ちょっとわかんねえな。まあ、とりあえず手に入ればいいかな。じゃあ、ちゃっちゃかちゃっちゃかちゃちゃー。まあ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 、順調に、順調に、順調に。で、ああ、黄色い実ね。HP と、おー、なるほどね。絶賛いりません。これ敵出てくることってあんのかな。で、ここに行くと、おお、なんか綺麗なもんよこせ、みたいな。こんな綺麗なもの世界に二つ備えですよ。おや、私もしかしたらユーリー、何を加えて、失礼な、これ、あ、なんだ、ウソップか、ただの。ただのウソップか、こいつ。もっと立派な、あ、ありがとう。きっと立派な、え、無条件でくれんの？めちゃくちゃいいやつじゃん。ありがとう。えい、まあ、それは怒るわね。じゃあ、戻りまし、あれ、あ、そうだ。あ、こっか。ちょ。クリオ、お前が乗るとね、体重が重くて残念ながらね、ダメなんですよ。ちなみに、20個、あ、まだ20個か。あれ、いない。このタイミングではいないのね。なんでだろう。とりあえず、豊かな土を、ここに上、あれ全部揃わないと埋めれない式なのかな。あ、じゃあ黄色、こっち。黄色手に入れて、青ボン入れて、あ、そこ何入れたらいいんだったっけ、あの、井戸の実。ボンジュー？天才的なセンスさあ。なんでもいいんだろ、まあ、食えよ。同じ色だから好きっていう視点で、お前、ボンジュールとか生きんじゃないよ。なんだ、この聞くに耐えない。発音はって言われちゃうよ。で、地味にね、あのね、もうこうなってるんすよ。これでもう一丁。あっさ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 。あ、ちょっと待って。なんとかパンジーさんじゃねえか、あれ。ごめん、なんでもなかったわ。なんでもないパンジーさんだったわ。じゃあ別にいいや。どうしよう、全体攻撃あった方がいいのかな。よいしょ。あれ、残念。おいでよ。おい、あー、なんで爆発しんのかよ。おいで。あー、うまいな、こいつ。なんだ、一体か。な、一体のために俺何頑張ってたんだ。くそ。で、言いまくって、顧問にパイプ椅子で殴られてた先輩がかつていた。でもこれ、一体ずつ増えてくるとか、そういうオチなのかな？爆発し。おい、岡本太郎？あ、ちょ、めっちゃ引っかかっとる。あー、うまいな、お前！あっち向いてると思いきや、また一体かよ。何のために俺頑張ってんだ？くっそ。ダウン。まあ、ノーダメージで地味にこう経験値稼げてるのだけまだマシなんじゃないですか。まあ、こんだけいるから、もういいや、もうやめだ。んで、また行ったやか。じゃあいいや、もうピンキーちょうだいにしよう。ピンキーちょうだい。いや、今ピンキー、絶賛ピンキーナウなんだよ。違う。チャラチャ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 。クリオにしましょう。チャラチャー、ほい。だい、あー、これなんか全部うまくいかない。どういうことだ？まずいですね。チャカパパパ、ピキプープープープポポコポポコピーン。でもあれでしょ？あの、フラワーさんじゃない、あの、うわ、なんで急に増えとんねん。お、びっくりした。めちゃめちゃ増えるやん。でも寝かしつけられたらめんどくさいから、とりあえず欲しっとこう。そしたら、あの、一体一体地味に倒していけるから。いや、びっくりした。一体ずつなのに急になんか4体ってどういうことってなるよね。オッケー。よし。オッケー。チュルチュル。ほっ、ダメージは受けてもいいけど寝るな。あ、逃げるんかーい。あ、そっか、体力削られるとなんか いなくなる。ちって何した今。あ、願うか。ごめん、あの、ただただ連打してめっちゃジャンプしようと思ってたら、願いよった。まあいいや。
OK、やっと半分ですね。しかもお前は何もよこさないんかい。どうしよっかな。仲間を一人ランクアップできるんだけど、これをポコピーのために使うかな。やめた。チュル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 ティーウチュ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 。結局何を成長させるのが一番基地なのかっていうのが微妙に分かりにくいところだよね。おい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 。オッケー。一撃必殺とはいきませんでした。やべえな。もう仕方ない、これはもう仕方あんまい。よいしょ、はい、ここよっしゃ。あー無理。勝ち負けはよいしょ。チャカチャチャカチャカチャ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 カチャチャカチャチャ。ああ、普通だった。あ、しかも1体かい。OK。あれでもなんか、まあ、ヒップドロップのダメージだったよな、普通に。まあいいんだけどさ。で、とりあえずクリットか。なんか出てきそうな気がするけど。あ、違う、青海か。ああ、なるほどね。青い実は別にいらないかも。黄色、あ、でも黄色の実食うか。とりあえず体力回復しといて、イエス。黄色の実も食ったら次行っていいんじゃねえかと思うけどね。チャルチャル、あ、いらない。絶賛いりません。よいしょ。何もない?なんかお水はあれなのかな?あ、でも普通にこっち行けんじゃん。どうしたらいいんだろう、これ。あー、お水がなくて泣いちゃってるってか?あー、泉が枯れてしまうなんて、こんなヒゲ、どうしたらいいの?私に、水の石、魔法の石。私はダビンだったし、自分で、ダビンは水蓮、きっと素敵な王子様が、王子様でーす!王子様でーす!水は、いいよな。これ、いいえって答えたらどうなるんだろう。いいえって答えたらあれなのかな、お前を枯らしてくれるわーってなんか全身の水分を奪われるとかそういうあれになっちゃうのかな。怖すぎないね。どう、あ、あ、うーわー、うーわ、どうしよう。ちょっと待ってねー。何も食って良さそうなものがない。くっさい、草でも食べとくか。ピキ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 。そしたら、一旦戻りましょうか。戻って、あった。あれですわ。あ、ちょっとアイテム整理して、あー!アイテム整理をして、で、すっきりさせて、帰ってきましょうか。ね。次のパート望むみたいな、そんな感じの状態を作っておきたいと思いますので、これちなみにこうやるとこっちか、めんどくせえな。普通にピュン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 行きたかったんだけどな。ファッサ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 ッじゃなかった、間違えた、ごめんなさい。青いのどこだったっけ。ちなみにこのコボックをボンって殴ったら怒られる。出たざます野郎、前歯抜かなあかんやつ。いやー腹減ったー。青いみー、どうぞ。おいしい、じゃあやったー、テンション上がる、ぶち上げベイベー、ふーふーふー。ちなみに何かいる。あー、ちょっと待って、なんか変なやつがいる。変態、ちょっとマジで変態だこいつ。おりゃー、一撃必殺なめんじゃねえぞクソガキ。で、あなた誰。トゲゾ543。なんとかひっくり返すとトゲだらけだもんね。よいしょ、トゲだらけ野郎はちょっときついな。あちょ、オッケー。63。よし、じゃあ、30
分になったら30、何のためのなんか、あかりんでもいいのかな。あかりんにしたら、あ、やっぱそうだな。1コイン？しかもこれ。あ、そういうこと？え？あ！あ、そういうことか。これなんか戻ったら復活してない？無理かな？あ、よかった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 。あれ？もうちょっと待って。あ、普通にいけんのか。よいしょ。ちゅ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 。ほっ。で、何が出る？ああ、いいね、いいね。いい、ああ、あすか、青い実、壊したからか。こっち行くと、いるね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 。LA、LA。ああ、でもそんなもんか。じゃあ、ああ、またかよ！うげ！いやー、めんどくせえ。よし。じゃあ、こいつらぶちのめして、セーブして、一旦じゃあ、キノコタウンに戻ってアイテム整理して、このパート終了しましょうか。まあ、そんなのは、あの、裏でやっときますんで、はい、皆さんご安心ください。ちゃ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 。いや、毎回この咳がどうしても出てしまうのは何とかしたいところですけどね。よし、じゃあ、後半戦は次回パートにやっていきましょうか。ということでね、今回のパートは以上でございます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら幸いです。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた。